桶狭間の戦いに勝利し、一躍天下争いに躍り出た織田信長は、天下布武を掲げ上洛を目指す。その一手として独立した三河の徳川家康と同盟、また近江の浅井長政には妹のお市を嫁がせた。さらに前室町将軍の弟足利義昭を擁して、妻濃姫の実家である斎藤家が治める美濃へ侵攻する。対する斎藤は畿内の諸勢力や大和の松永久秀と連合、信長の勢いを止めるべく稲葉山城で攻戦の構えを見せる。難攻不落の稲葉山城を舞台に行われる覇者決定戦。この戦で戦国のもう一つの星が輝きを放つ。織田の将、信長上洛戦。お市様のお越し入れも相なって、浅井家との同盟も滞りなし。これで美濃の斎藤、近畿の松永やっつけて、信長様が京に上りゃ天下に号令できるってもんだ。めでてえな。年家殿。常ならぬ乱世、故に常の情けや人の心は捨てねばならぬ。無能の向こう、信長がうつけならば殺せ。はっ。ですが父上。もし信長がうつけでなければ、この刃父上に向けることになりましょう。常ならぬ乱世、故に心は捨てねばならない。あのお方が天下を滑るまでは。戦国最強の鉄砲傭兵、雑賀衆の棟梁、鉄砲の腕は神業っていう、あの雑賀孫一かよ。おっと、天下無双の色男って説明が抜けてるぜ。雑賀孫一、ダチの頼みで参上ってか。信長様上洛の大事な戦、手柄を立てたかったんじゃ。お前が来てくれりゃ逆に力じゃ、孫一。いいってことよ。それより戦が終わったら、みんなで可愛子ちゃんのいる店に繰り出そうぜ。うひょー、もちろんじゃ。行く行く。の、俺は松がいるから、ちょっとそういうところには。なんじゃ、トシエ、付き合い悪いの。嫁さんなんぞ忘れてパーッと。誰を忘れるって、お前様。ぎねえねえ、ブハッ。反省しました。反省しました。もううちの人も孫一。俺は前だけの四男坊、別にでっかい望みもねえ。だけどだからこそ松だけは幸せにしてんだ。わしだってねねを一等大事に思うとるで。ねねを幸せにするために
こうやってお前様と年家と孫一が仲良く笑ってる、そんなみんなの中にいられるだけで私は幸せだよ。斎藤、三好、六角、コレ、万を出せ、この戦場に集いしか、この好機逃すべからず、すべて打ち破り、一気に上洛する。この戦、猿に任せる。必ずや、手柄を立ててみせまする。わしゃ敵の命は攻めとうない、心を攻める。マゴイチ、あれ行くで、手伝ってくれ。おう、ま、博士とけ秀吉、いよいよあの策のお披露目だな。
ちゅうやつじゃな。メレメシ黒田官兵衛とか言ったが、やろう。秀吉、私の策を看破するんだね。じーと手間取ったが、一夜中の完成じゃ。どうじゃ、敵もびっくりしとるじゃろ。城を作り上げた手腕も素晴らしいが、何よりもこちらの繊維を折ったのが見事。さすが信長様の城には人材が揃っている。私も早く手柄を立てねば。兵は軌道なりってね。この隙に信長の首もらっとこっかな。あの秀吉なる男を見て戦局は変わる。お前も小寺の軍師が出てきよったが、あの男なんとか味方にできんかの。
それじゃ信長の思う壺だって。敗北。斉藤に価値を。だが徹底的に壊す。そういうことでしょう。姫様は斉藤を責めるだけでも苦しいはず。それは信長の。ナビ好きにするがいい。
もう天を手中に収めたつもりか。信長、我が輩をさっさと殺せ。お主にも、お主が作る未来にも興味はない。我が輩の描く未来、何人たりとも触れさせん。許す。ウヌの未来は信長の手中にある。後悔することになるぞ。我が輩の運命は我が輩だけのものだ。なら楽しみだ。